講義に入る前にちょっとアナウンスをしておきますね。いくつかありますけれども、今日650名ですね。何かが起こり始めてるっていう実感がありますね。来年につながりますね。沖縄では深いところから何かが動き出した感じがしました。今年は沖縄240名超えたんですね。昨年と比べると100名近い増加です。来られる方の顔つきが変わってきました。本当に聖書を理解したいという方が集うようになってきています。東京も昨年も素晴らしかったですけど、今年はさらにこう見ていると、皆さんの講義に対する姿勢が違いますね。もちろんここから見ていると眠ってらっしゃる方が3名ぐらいいるっていうのはよくわかるんです。でもそれはこんなに疲れてるのに来てくださったんだなと思って感謝でいっぱいであります。一つだけお願いしたいのは、いびきをかかないようにお願いしたいと。でもそれは半分冗談ですけども、本当に感謝します。来年も再臨待望聖会を行いたいと思います。私の体力の続く限り行っていきます。来年は3月ではありません。来年からは秋に行います。一つはこの季節はユダヤ人たちが杉越の祭りを迎える時期なんです。ですからメシアニック Jew のリーダーたちはこの時期に来るのはとっても難しいんです。秋の祭りが終わってから、だから10月末から11月にかけて行います。来年のゲストもすでに決まっています。来年来られる方は元シナゴーグ正統派のユダヤ人で、シナゴーグでトーラーを読む朗読の係をしていた人です。彼は聖書のどのページでも開けてちょっと見てしばらく考えているだけで朗々と漏洩することができる方です。この方がクリスチャンの青年とのインターネットのやり取りで導かれてイエス様を信じるようになったんです。この方がメッセージを語ってくださいます。二つ目は、こういう学びを通してとっても興味を持ったという方はハーベストタイムで聖書塾っていうのを教えています。で、こういう体系で教えていますからとっても参考になると思いますから、将来聖書塾の塾生になりたいと思う方はネット上に情報がありますから、それをご覧ください。これでコマーシャル終わりです。では、いきますよ。Are you ready? Yes, we are. Okay. じゃあ拍手して持ってる先生を迎えください。This section that we are in is so important to our identity as believers in Jesus. さあ、今から学ぶことは、イエスを信じた私たちが何者かということを理解するために極めて重要な箇所であります。Because it determines whether we are living in fear of breaking rules, or rather we embrace our position as sons and daughters. それは私たちが依然として律法を破るかもしれないという恐れの中で生きるのか、あるいは神の子、神の息子娘として恵みの中で生きるのかということを分ける分水嶺になるからです。 Once again, it's the difference between law and grace. もう一度繰り返しますが、これは律法か恵みかという対立した概念のことを申し上げています。 Law has limitations which we've seen and which we have in your outline.で、律法というのは限界があった、適用における限界があった、これをアウトラインで私たちは学びました。In your outline, a further limitation of the Mosaic law was its ability to cover sin. もう一つモーセの律法の限界というのがあるんです。それは何かというと、今16ページの C を見てください。もう一つの限界は罪を覆う力における限界、つまり罪を許すことができない、覆うだけであったという限界です。Every single day in the temple and tabernacle courtyard, they offered sacrifices for sins. で、旧約時代は
神殿においてその前は幕屋において毎日犠牲の動物が捧げられていたんです。 They never came to an end. 終わりになるってことがなかったんです。 And once a year the high priest would take the blood and go past the holy place into the holy of holies to sprinkle blood on the altar. そして年に一度大祭司が生贄の血を持って至聖所に入り、その血を契約の箱の上に振りかけるということをしていたんです。But in doing that, all he was doing was covering over sin for a short season. で、そのことをしたとしても、それがもたらす結果は、ある特定の時間だけ一時的に罪を覆っているだけで根本的な解決にはなっていない。The sin was not removed, but rather only temporarily covered over. 罪が取り除かれたわけではなくて、一時的に血で覆われただけであります。And that's why we read very clearly in Hebrews that it is impossible by the blood of bulls and goats to take away sin. ですから17ページ一番下ヘブル書の10章に、お牛とヤギの血は罪を除くことができませんと教えられているんです。In Romans chapter 6, there is a very clear passage that talks about the ending of the law. 19ページに行きますと、見てください。ローマ書の6章14節に、私たちが律法から解放されていることを教えている明確な聖句があります。For as we continue to try to prove our goodness by keeping law, we only expose how sinful we are. もし私たちが律法を行うことによって自分の善良さを証明し、それによって救われようとするならば、やればやるほど自分が罪人だということが明らかになってまいります。And so the passage in Romans chapter 6 verse 14 is very clear. For the believer, sin shall not be master over us.For we are not under law, but are under grace. ローマ 6-14 を見てください。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。The book of Romans goes on to tell us just how clearly we have been released from the law. さらにローマ書7章に入りますと、私たちがどれだけ完璧に律法から解放されたかということが書かれてあります。Let's read together the passage in Romans 7 verses 4 through 6. ローマ書7章の4から6をご一緒に読みましょう。いいですか？はい。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は律法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いて罪のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。The language is very strong in verse 4. We have died to the law. で、4節で使われている言葉は非常に強い言葉ですね。あなた方はキリストの体によって律法に対しては死んでいるのですと言われています。As believers, there is no need for us to try to drag portions of Mosaic law.Into our new covenant lives. クリスチャンであるならば、わざわざモーセの律法の中からいくつかを引っ張り出して、それを実行しようとする努力をする必要はないんです。なぜならば、私たちは恵みのもとにあるからです。And law and grace are so clearly contrasted in verse 6. で、6節で律法と恵みが対比されています。We serve in newness of the Spirit.Not in the oldness of the letter. 私たちは新しい御霊によって使えているんであって、古い文字に支配されているんではないんです。And so we don't depend any longer on complicated sets of rules and regulations,
but rather yield our hearts to God that He might fill us and direct us. で、私たちはもはや非常に複雑な律法の体系に自分を合わせていくような生活をする必要はないんです。心を神に明け渡したときに、御霊が私たちの心に律法を書いてくださるんです。And the evidence of that filling is the fruit of the Spirit seen in Galatians chapter 5. そしてガラテヤ書5章にあるように、そのように心を開き、神に従っている人には御霊の実が与えられてくるんです。それが救われている恵みの時代、恵みのもとにあることの証拠となります。That's an entirely different study, but I would encourage you to pursue that. でもちろんガラテヤ書5章の御霊の実の学びっていうのはそれ自体が独立した学びですけど、ぜひ皆さんご自分でそれも追求してみてください。Now, just because of our human tendency, people still are looking for excuses to try to find a measuring stick to measure spirituality. で、人々は今でも罪を持ってますから、ついつい自分の霊性を測るためのある一つの基準というものを考え出そうとします。In their own minds, they invent excuses.To try to hold on to something that God has declared dead. で、神がすでにこれは終わった、死んでるんだと言ってるものに寄っかかる、そしてそれを自分の霊性を判断する基準にするというような誘惑をみんな受けます。In your notes, you'll see that one of those objections is they'll say only the ceremonial law has not been done away with. さあ、18ページのテキストを見てください。4番目。律法は終わったということを私たちは今主張してますけれども、それに対して反対の声があるんです。それは何かというと、廃棄されたのは祭儀法だけなんだ。つまり儀式的な法律だけは廃棄されたけど、それ以外のものはあるんだという言い方です。And so they'll put aside all of the regulations regarding the temple ceremony, but they'll go looking for other parts of the law to keep.で神殿での礼拝あるいは犠牲の生贄に関する部分は終わったと言うんですけど、それ以外のところは生きていると彼らは主張します。But the book of James, speaking to New Testament believers, is very clear that the law is one and cannot be divided. しかしヤコブの2章10節によれば、これは新約時代の信者に書かれているんですけれども、律法というのはトータルである、総合的に一つなんだということをヤコブは教えています。A second confusion regards the idea that somehow Mosaic law is eternal. から二つ目の誤解は、ヘブル語聖書はモーセの律法は永遠の定めだと言ってるから終わるはずがないんだという誤解です。And oftentimes translations that are not precise.Fail to distinguish the various ways the Hebrew scriptures use the phrase eternal. で、この誤解が出てくる理由は翻訳上の問題なんですね。ヘブル語で永遠と訳される言葉は様々なものがあるんです。In the Hebrew Bible, only God is said to be forever and ever, Leolam Va'ed.レオランバエッドというと神だけですね。世々にわたって永遠なるお方という言い方です。神のみに適用します。In contrast to that, rules which are intended to last till the end of Mosaic law are simply レオラム。ところがヘブル語でレオラムというと、これはディスペンセーション、一つの時代の終わりまで続くという意味なんだ。だから永遠にという言葉の意味をしっかりと分類して理解しなければなりません。And in your notes, there are two citations from Scripture of things that are said to be eternal, but clearly came to an end. で、ここに2箇所聖句を挙げておりますけれども、この2つの例は、日本語に訳すと永遠という言葉になるんだけど、明らかに終わりを迎えるような永遠です。And again, there is a difference between God who is eternal and a rule that has a set lifespan. で、ここで分類しておかなければいけないのは、神のみが
いつまでも続くという意味での永遠であります。そして神がお立てになるルールっていうのはその時代の終わりまで続くという意味での永遠だということです。 And as we have seen in the previous scriptures in the previous passage, we're told that the law has died. そしてすでに見たように律法というのはすでに終わったんです。 Once again, as a believer, I don't tremble in saying that because I know that God has given us something better.神様は私たちにより良いものを与えていてくださいますから、律法のことを考えながらそれに束縛されて怯える必要はないんです。A point that we had covered earlier is the objection that without Mosaic law there will be no Jewish people. で、先ほどですね、メシアニック Jew の中にモーセの律法がなければユダヤ人というのは存在しないんだという言い方をする人がいると申し上げました。But there was a Jewish people for over 400 years before the law came into existence. しかしモーセの律法が与えられるはるか400年以上前からユダヤ人は存在しているんです。And that's because the Jewish people originated out of the Abrahamic covenant, which is eternal. なぜならば、アブラハム契約の結果としてユダヤ人が生まれてきたんです。そしてアブラハム契約は永遠の契約です。So as you see from your charts very, very clearly,Mosaic law has come to an end. さあこのチャートを見てください。モーセ契約というのは途中で線が切れて終わっていますね。だからこれは一時的な律法だということがわかります。 We had introduced the passage from Jeremiah chapter 31. 先ほどエレミア書31章を読みしました。 And in that passage written during the Mosaic old covenant, it tells us that a new covenant is coming. であれはモーセの律法が支配していた律法の時代に与えられている予言で、それがやがて来る新しい契約を予言していました。The Jeremiah passage also showed us that it would be replaced by a new covenant. そしてモーセ契約は新しい契約によって取り替えられるということが予言されています。And that covenant is previewed in the Isaiah 59 passage. 今21ページに行っていますよ。21ページで右側の聖書箇所のところ、エレミア31の次にイザヤ書59章の20から21があります。 So let's read together the Isaiah 59 verses 20 and 21. じゃあ今度はイザヤ書59章の20から21をご一緒に読んでみましょう。はい。しかしシオンには贖い主として来る、ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る主の御告げ、これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からもあなたの子孫の口からも末の末の口からも今より常しえに離れないと主は仰せられる。In verse 21, this new covenant is promised. 21節で新しい契約の約束が与えられています。 And it's tied in verse 20 to the arrival of the Redeemer. で、20節を見ると、シオンには贖い主として来るということで、メシアの到来と新しい契約とが関連付けて予言されています。So a redeemer will come to Zion to those who turn from transgression in Jacob. シオンに救い主が来るんです。そしてヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところにメシアが来るんです。We remember that dramatic portion in Luke chapter 22 where Messiah is celebrating the last Passover supper. さあ、ルカの22章で最後の晩餐でメシアが弟子たちと食事をしながらお語りになったあの劇的な言葉を思い出します。And in Luke chapter 22, verse 60 are found very dramatic words. Verse 60? Verse 20. ルカ22章の20節にこのようなドラマチックな言葉があります。In the same way he took the cup after they had eaten, saying, This cup which is poured out for you,is the new covenant in my blood. さあ、ご一緒に読みましょう。
食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。There's an aspect in which the new covenant was first instituted at the death of Jesus. で、イエスの死の時に新約というものがここで紹介されているわけです。Not all of the provisions of this new covenant have yet come into full effect. イエスの死とともに新しい契約がスタートしてるんですけど、新しい契約の条項のすべてがまだ成就しているわけではありません。あるものは将来成就します。But as it says in the second Corinthians passage, the new covenant in a very real way is in effect.In its spiritual blessings. で、第2コリント3の6が教えているように、新しい契約というのは実は霊的祝福をもたらす契約だということがわかります。Now understand that in a strict sense, the new covenant is a legal agreement by God with Israel. で、覚えていただきたいのは、新しい契約というのは神とイスラエルの間に結ばれた法的契約なんです。And we believe that there is only one new covenant, not a separate one for the church and a separate one for Israel, just one for all of us. 新しい契約というのはたった一つです。イスラエルと結ぶ契約、教会と結ぶ契約というふうに二つあるんではなくて、すべての人が新しい契約のもとに置かれます。The ultimate fulfillment of the new covenant will happen when those passages in Jeremiah 31 are described about God's word being written on our hearts. そしてエレミア31に予言されていたように、新約の究極的な成就は神の律法が私たちの心に記される時に新約の究極的な成就が起こります。There will be a time yet in the future when all of the Jewish people who remain after the tribulation will have come to faith in Messiah. さあ、これからちょっと終末論に飛びますけれども、これから起こることを見ていると、大患難時代の終わりに地上でまだ死なないで生き延びているユダヤ人たちすべてがイエスをメシアと認める時が来ます。But yet the spiritual blessings of the new covenant are available to all of us now. それは未来に起こることですけれども、今ある祝福はユダヤ人ではない私たちにもメシアを信じれば霊的祝福が与えられるということ。これは今受け取ることができる祝福です。That's why the scripture says we are partakers of the new covenant. ですから私たちはイスラエルと共に新しい契約に預かることができる共同の受け取り人なんだ、相続人なんだということが言えるわけです。As you read through Romans 11, you see the relationship of the Jewish believers with the non-Jewish believers. で、ローマ書の11章というところを開くと、これは最後に開きますが25ページにあるんですけれども、ユダヤ人信者と異邦人信者の違いがどこにあるかということをローマ書は教えています。 Gentile believers are addressed as Gentiles. 異邦人信者は as Gentiles、yes. yeah. 異邦人信者は異邦人として呼びかけられています。 They don't somehow become transformed and become Jewish ethnically. で、イエスを信じた異邦人は何か神秘的な方法でユダヤ人になるんではないんです。民族的に人種的にユダヤ人に変わるわけではないんです。 In a real sense, they don't even become spiritual Jews. また霊的なイスラエル、霊的なユダヤ人になるわけでもないんです。They become Gentiles in whom the Holy Spirit resides. 彼らは異邦人は異邦人ですよ。ただ違いはその異邦人の心の中に御霊が内住されるということです。 And at the marriage supper of the Lamb, all believers, no matter what race, no matter what your origin is, have the same place at the table.
そして子羊の婚宴の時に、えらい飛びますね、もう子羊の婚宴の時に全ての信者はその宴会の席について同じような祝福を受けます。 There is no hierarchy of importance in the body of believers. そして信者の群れの中、つまり教会の中で上下関係、階級の違いがあるわけではないんです。No one can claim to be more important to God just because of their ethnic origin. で、自分がどの人種であるかによって神の前の重要性が決まるわけでもないんです。That's why the scriptures say God desires those who will worship in spirit and truth. だから神は霊と誠をもってで礼拝するものを求めておられるっていうのはそういうことです。And so this continuing distinction is important, but yet it shouldn't be a point of division between believers. で、イスラエルと異邦人の区別は重要なもので最後まで続きます。しかし、その区別が上下関係をもたらす区別ではないっていうことを覚える必要があります。So as you look at the chart, you see that we're saying the new covenant brought in a new dispensation of time. さあ、ではチャートをちょっと見てください。新しい契約が結ばれて、新しいディスペンセーションが始まっていますね。At the cross, as Jesus paid for our sin, he brought in an end of law and a beginning of grace. で、十字架の上でメシアが罪の贖いとしての死を遂げてくださったときに、モーセの律法は終わりを告げたんです。そして新しいディスペンセーションが始まったんです。The way that God related to mankind would be forever changed. つまり、神が人類を取り扱われる方法がそれで永遠に変化したということです。Once again, God has not changed, but his kingdom program has moved forward. 神は変わることのない方です。しかし、神が御国をもたらすまでのご計画は時代とともに変わっていきます。We understand, though, that this age of grace itself is not permanent. で、このチャートを見ると、恵みの時代自体も永遠ではないというのは分かりますね。だって